DSPDS。 Hey guys、 すみません、京都ね、風邪ひいてるってことなんで、今日は自販機系 YouTuber になります。今日はね、佐藤陳さんにね、教えてもらったこちら、マクドナルドハンバーガーオアダブルチーズバーガー無料引換券が当たる、これをね、当てればね、風邪も治ること間違いないんで、当ててね、風邪をなしてみます。これじゃ あ当たれば治るんですか？治りますね。俺全部対象なんですよ。はい、でこれだったら、多分これが一番お得ですよね、ダブルチーズバーガー。え、ダブルチーズバーガーあんの？そう、これ多分200円から300円ぐらいでゲットできるんですよ。よく言えばこれ当たりたいですね。でこれね、仕組み、僕の考察なんですけど、ね、宣伝になるんでね、マックの。だからそのほぼタダでね、多分あげてんでしょうね、コカ・コーラに。仲いいんで、ね、ジェイソン君もいろいろお世話になってんで、飲みたいもんあります？やった、コーラ。コーラですね。え、ついてないね。うん、外れです。今日あれですよ。お、俺あれだ、普通に渋谷歩いてたら、うん、だからバックトゥフューチャーのファンの人が、ええって来て、わざわざ走って俺を追いかけてきて、これ本物ですかって言ってきて、いや偽物ですって。ハハ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 。でもこれね、俺の予想ね、結構ね、簡単に当たると思うんだよ。なんでかというと、スーパーとかでもさ、くっついてたりすんじゃん、マックのタダ券。うん、そんぐらいもうマックね、もうね、店に来てもらいたいんだよね。ついてない。どこについてるのかよくわかんない。これせっかくならさ、ポイントを貯めて1本無料にした方がいいんじゃない？やるか。めんどくさがってんじゃん。ジュースもタダで、マックもタダで。おお、できた、できた。おお、すごい、ポイントが1個たまった。おお、やったやった。でもこれはいいですね、結構ね、簡単に登録できたんで、コーラ攻めで。どこについてるのかも分かんないから。おお、めっちゃ溜まった。ほらほら、ほらほらほら、すごい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 。おお、もうやばいやばい、こんなに溜まってる。あ、すごいすごい。あのね、これ1本で2個のスタンプがついてる。ちょっとじゃあこれ1000円でもうこうダダダダってやるね。うん、ほら、ドリンク1本獲得。すごいすごいすごい、もう獲得できる。全然当たんないよ。マックと仲いいんじゃないのかな。うん、こちらに行くか。よし、それ150円もすんじゃん。そう、高いんだよ。ああ、風はあれ、悪化するよこれ。当たれば治るから。なるかな、類似満場、類似満場しないと。これが出たらって貼ってあんの？おお、ほら3枚溜まってる。1、2、3。おお、すごいすごい。あ、やったー。まあまあ当たったね。すげえ。おお、ハンバーガーだ。おお、いいじゃん。やったぜ。結果30本でね、1個当たるぐらいですかね。はい、まあ、一点集中の方が確率が高くなると思うんで。しかもね、これスタンプね、超おすすめですね。簡単に登録できたんで、20秒ぐらいで。で、ワンデーで、ね、今からマックでハンバーガーもらっていきます。はい、マックでタダでハンバーガーもらいました。イエーイ。うおー、グラム合ってるか測っていきます。ハンバーガーはね、104グラムなんで、
ちゃんと 104g あるかチェックです。はっ、おお、あれ 3g どこ行った？ 3g 食べていないんぞ。待ってよ、中のピクルス何枚だ？これ昔さ、2枚なかったっけ？ピクルス何枚あるのか調べますね。あ、なんかピクルス多めとかもできんですね。マスタード多めとかトッピングできるらしいですね。うん、なるほどね。まあ、ただになったんで細かいことは気にせず食べましょう。よいしょ。うん。ぜひみんなもね、自販機でハンバーグ当てて風邪直してみてみましょうか。ちょっと元気ない。うわ、頭痛い。See you, I'll see you. PDS 株式会社。チャンネル登録。よろしく、よろしく、よろしく。